ショットの悩み無料動画分析ただいまやっております。詳しくは概要欄の公式 LINE より無料動画分析と入力してください。待ってます。はい、皆さんおはようございます。ゴールです。明けましておめでとうございます。今年も、全日本を目指して試合を待ってきます。2024年一発目の試合は、清水善三群馬のコーチで、賞金総額50万の試合に、取りしてます。3週間ほど大会なかったので、やっぱり体というかフィジカルの部分本当に最近力入れてて、ちょっとトレーナーさんに、自分足りないところ見てもらったりとかで、テニスにこうつなげていけるようにいろいろとエクササイズやったりとかを考えてきて、それを今回確かに試合で試すっていうのが、一個の目標で、しっかり考えて
Thank you.
はい、ということで今、インスピリッツオープン、5時前の試合1回戦終わりました。スコアは 6-1、6-0 で、しっかり勝ち切ることができました。まあ、今年に入って初めての大会で、1試合目だったんで、年末年始でいろいろ取り組んできたこと、しっかり、風が強い中でも、できるときにしっかり意識して、プレーはできたので、引き続き明日2回戦頑張っていきたいと思います。今日一人、この風強い中応援来てくださった方いて、めちゃくちゃありがたかったです。ありがとうございます。明日も頑張ります。失礼します。